森田太郎は日本の市民活動家、学位和学士、サラエボフットボールプロジェクト代表、1977年生まれ、1999年にボスニア・ヘルツェゴビナの非政府組織の活動に参加し、青少年に日本文化や日本語などを教えていた。翌年、ボスニア・ヘルツェゴビナに再度渡り、サッカーを通じた交流活動を展開する。 当時のボスニア・ヘルェゴビナは、ユーゴスラビア紛争に橋を発した、ボスニア・ヘルェゴビナ紛争などの内戦により、国内が疲弊し、激しい民族対立が続いていた。森カは、バルカン半島の平和と安定に寄与することを目指し、非政府組織、サラエボフットボールプロジェクトを設立した。ボスニア・ヘルェゴビナの首都であるサラエボを中心に、サッカーを通じて、セルビア人、クロアチア人、 ムスリム人の民族融和を図る活動を展開した。それらの活動をまとめた著書も上司している。1999年には、秋の豊かユーラシア基金より、秋の豊か賞を授与された。森田自身も、秋の豊かを尊敬しており、生涯の先生と公言している。翌年、在学していた静岡県立大学より、羽ばたき賞を授与された。ありがとうございます。